どうも皆さんこんこにちは、はい、あの国際不動産エージェント鈴木でございます今日はアメリカ・カリフォルニア州のフレズノ不動産投資セミナーというです、ね、多分日本でやったことがないフレズノってどこみたいなです、ね、おそらくそんな世界かと思います。で私2月5から7にかけてフレズノに行って安田様ですね今日の講師の安田様の お家に泊まらせていただいてじっくり見ましたけどすっごい良かったすげえ良かった本当に投資するっていう意味で、えー、いやこんなにいい町めったにないよねっていうぐらい良かったんですがただ私がフレズノですっごい良かったっていうのと日本に帰ってきて皆様にフレズノがすごい良かったっていうのをやっぱりなかなか伝えるのが難しい最初。 場所の説明からしなななくちゃいけないけんでここがいいのかって説明からしなくちゃいけないっていうやっぱりとこがありまして今回15分ぐらい私が前座の講演でなぜフレズノというより前にアメリカの地方都市不動産投資がいいのかっていうですね、えー、そのお話をさせていただきたいと思います。でやっぱりアメリカプラス 地方都市この2つが合わさるからいいのかなっていうのが私の現時点での結論になりますあのですね私ですね日本各地で不動産投資をしておりましてまあ今物件持っている場所が千葉県と石川県金沢市とあと北海道千歳市なんですけど以前は 九州にも持ってたし名古屋にも持ってたし、えー、山梨県とかにも持ってたしいろんなところで、えー、つまみ食い的にやっておりますで九州大家の会とか茨城大家の会とか栃木大家の会とかいろいろな大家の会に入って、えー、講演したり交流したりしてるんですけど結構そのいろんな日本国内いろんな場所に何とか大家の会ってあるっていうのは世界中見て。 分かかっったんでですけどやっぱりこれ先進国ならではかならはと要は、えー、首都最大国の最大都市だったら不動産投資ってどこでも成り立つ投資として収益得られるのは当たり前だから新興国に行っても、えー、首都だったら、まあ、いろんなものが集まるビジネスも集まる人も集まるっていう状況はあるんですけどその首都を離れて地方に行きました。 地方都市それなりに経済があって、えー、皆さんがお家賃を払って管理会社がいて皆さんプロで、えー、いる、えー、鑑定士もいる金融機関もあるいろんなものが地方でも揃っているっていうのは例えば日本アメリカドイツとかオーストラリアとかイギリスとか多分やっぱり先進国ならではかと思っております。で当然アメリカでも各 主だった地方都市じゃなくてマイナーな地方都市まで大家コミュニティもあったりまあその地方で賃貸経営をするあの基本的な基盤はアメリカだからやっぱり揃っているというところなので先進国で不動産投資をするすごく嬉しい面っていうのはやっぱり地方都市まで えー、十分視野に入れられるっていうとこなんじゃないかなというふうに思ってます。で実際じゃあ先進国の地方都市って、あのーまあ、居住面積あたりの、まあ、坪単価ですかねその辺を見るとやっぱり、えー、安い結構あのフィリピンとかカンボジアとかの、えー、首都と 先進国の地方都市を比べてみるとここに書いてありますけど明らかに先進国地方都市の方が安い割安坪単価30万40万50万ぐらいで居住スペースが変えてしまうえグロスでも2000万円とかそれ以下とかそういうのもえ十分先進国地方都市ならえ視野に入ってくるというところが。 やっぱりいいいなと思いますでアメリカに関して言うとですね、えー、アメリカおそらく、えー、地方都市が世界一豊富な国、まあ、先進国の中ではですけれども、えーとまあ、ニューヨークがありロサンゼルスがありシカゴがあり、まあ、大都市がありますけど結局アメリカってあれだけ大きな国土に分散して人口が住んでおりますので結構 人口50万とか70万とかもっと少ない。そういう地方都市がいっぱい国土に分散して存在してます。で、そういう地方都市が大抵。日本だったら地方としてあの人口が。 減ってるあるいはこれからどんどん減るっていうところの方が多いんですがアメリカの地方都市私一度調べてびっくりしたんですけど、えー、都市圏人口アメリカ全米第1位から50位までの都市圏を見て人口動態を調べるとですねつまりほとんどの地方都市は人口が増える。地方都市が元気な国 でえー、そのセレクションが非常に豊富な国ってやっぱり世界中見渡してもアメリカしかないなっていうふうに思ってますで私があのまあ面白いのはキャピタル狙いって書いてるんですけど要するに人口が増えているのにまだ注目されず価格が上がりきっていない地,地域に注目着目する。 人口規模は問わないが一戸建て価格が20万ドル台の都市から探すと面白いって書いたんですけど今回、紹介するカリフォルニア州フレズノはまさにこれ、人口が増えてます、まだ注目されてません、一戸建て20万ドル台、まだまだ上がるよねっていうそれが面白いという理解です。あと、日本で園で生活しておりますよね、皆さん。 円生活者にとってやっぱり円以外に資産を持っていきたいっていうそういう問題意識で皆さんセミナーに来られると思うんですけど日本円生活者から見てやっぱりどんな通貨で資産を持ちたいかって考えた時に私の経験上ほとんどの方は米ドルで資産を持ちたい。それはは当たり前で米ドルは 世界一使い勝手が良くて世界一流通していてで世界一例えばの話ベイドルを持っていけば日本円が通じないような国でもベイドル持っていけば通用するベイドル持っていけば現地通貨に変えてくれるベイドル持っていけば相手が受け取ってくれる世界中でそれができるっていう意味でベイドルというのは非常に使いやすい通貨まあこれは円よりも 交易条件が良くて使い勝手がいいという意味ではやっぱり米ドルかなといいう,うには思いますで今後ベドルで資産を持った時にその為替っていう意味で上がっていくのか上がって下がっていくのかっていうところも多分気になるポイントかと思ってますけどベ、えー、米ドル円かかわらず為替ってまあいろんな要因で 決ままっております例えば、えー、と他の国よりインフレだったら通貨安になりやすいデフレ気味だったら通貨高になりやすいわかるかと思います要するにインフレって物の価格よりも貨幣がたくさん,吸ってたくさん、えー、流通している状況なので、えー、だんだん物に対する貨幣の価値がやっぱり安い安くなる。 でもデフレ気味あるいは物価が上がれないっていう国の方がえとインフレしてる国よりは通貨高になりやすいあるいはえと金利が他国より高かったりするとするとその金利をえ狙ってじゃあ例えばの話円日本円とかユーロとかえ非常にマイナス金利とか言われてる国でお金を調達して まだプラス金利であるアメリカとか新興国とかですねカナダオーストラリアとかに投資する方が増えるので金利が高い方が通貨高になりやすい安い方が通貨安になりやすいあと日本例えば日本もそうですけど経常貿易黒字でありかつ資本収支も含めた経常収支が黒字だったら 通貨高になりやすいそれが慢性的に赤字だったら通貨安になりやすいとか、まあ、資源価格で資源国だったら資源価格が高い方が通貨が買われやすいっていう、まあ、大体こんなメカニズムで決まってますで今コロ,ナバイラスコロナウイルス騒ぎが全世界であって世界的に大きな影響があってニューヨークダウが昨日 千何,何ポイント下がって日経も1000ポイントぐらい下がってますまあそういう時ってリスクオンって言われているんです要するに今って世界中の皆さんが世界中の経済がこれから不透明になると思ってますとそういう局面でどんな通貨が変わりやすいかというとですね一般的に言うと 日本円や米ドルなど資源国先進国通貨が高くなりやすいですけどぶっちゃけ言うと3つアジアでは日本円ヨーロッパではスイスフランでアメリカ州では米ドルだと私は理解してますでなぜ円とかスイスフランがリスクオンになると買われやすいかというと形状黒字どちらもで金利 金利はと,にかくともかくとしてどちらかというとデフレ気味な経済っていうところであと金利が安いっていうことは平常時には金利が高い通貨の方が高くなりやすいんですけどこういうリスクオンになると高金利通貨から やっぱりもっと安い通貨に乗り換えるっていうポジションも増えるので基本的に1、2、3の要因で円とスイスフランってリ,リスクオフの時に買われやすいただ、今回はえっとコロナウイルスの危機ってアジア発じゃないですかアジア発だからアジアにある日本円はえ基本買われません。 あんまり変われなくて、えっ、ー、と対比通貨はアジア以外の通貨になるんです。で、現時点で言うと米ドルが独り勝ちしてます。つまり、えー、日本円もスイスフランもあのこ今の局面で、えー、資金の受け皿になれない。でも米ドルのはだけが今受け皿になっていて、で。 あの中国の武漢があの封鎖されたって1月23日でしたで今そこから1ヶ月経ってますじゃあ1月23日と2月23日の時点での対米ドルのえ為替を見ると20通貨ぐらい見たんですけど1つの例外もなく米ドルが勝ってます要はどの通貨も円も含めてどの通貨も米ドルに対しては安くなってます で一番影響を受けているのはタイバーツ4%ぐらいバーツ安シンガポールドル3.6%、えー、東南アジアとか韓国とか豪、ね、ドルとかです、ね、この辺、軒並み3%台安くなっているんですね。で、面白いことにユーロユーロも2.3%安くなっていす。で円は 1.7%安くなってますなんで、まあ、日本円アジアにある日本円よりユーロの方が安くなっちゃうかって、まあ、いろいろあるんですけどおそらく、えー、やっぱり主要なテーマは中国経済の原則なんだと思うんですつまり中国にガンガン輸出してるようなユーロ圏の、えー、通貨はちょっと嫌われて嫌われやすいのかなっていう感じはしてますまあそういうことも含めて今のところは金は米ドルに。 言ってますと、まあ、ただダウがあれだけ下がっちゃうので米ドルがこれからずっと強いままでえい続けるかどうかは分かりませんが、まあ、基本的に米ドルってこういうアジア発とかヨーロッパ発の危機になった時に有事のドル買いって言いますけど、えー、米ドルは買われて高くなりやすい、まあ、そういう意味でもアメリカの資産って持っといたらいいかなっていうふうには思ってます。 まあそういうことを考えた中でちょっとフレズノのお話2枚ぐらいのえっとスライド2枚だけですフレズノってどんな街かえっとカリフォルニア州のえ内陸部にありますカリフォルニア州って日本と同じぐらいの面積があって沿岸部にロサンゼルスがありサンフランシスコサンノゼがあり沿岸部の都市ものすごい発展してますそっから 3時間ぐらい車で内陸に行くとまたセントラルバレーっていうですね盆地盆地上の地形なんですけどアメリカ広いので,ですね幅が300メーターぐらいある盆地300キロぐらいある盆地なんで要するにまあ関東平野の何十倍ぐらいある盆地と考えていただければいいんですけどそこにある一番大きな町がフレズノでありあとサクラメントも。 同じぐらいですよねこのカリフォルニア内,内陸部は、えー、ともともと大陸横山鉄道の要所として栄えてき、えー、ておりまして、えー、とフレズの中心街って結構ですね19世紀にかなりのお金をかけていい材料を使っておしゃれなファサードをつけてっていう、あのー、建物が多くて。 やっぱりそういう歴史を経てきた街なんだなっていうふうにも思います、でこの大陸横山鉄道が、まあ、モータリゼーションでだんだん廃れて皆さんが車社会になって今は車、皆さんが使う時代ですけどカリフォルニア州ではあの高速鉄道をもう建設することになりもしてますよね、確かね。ははいいそう フレズノってロサンゼルスとサンフランシスコの中間ぐらいにあります高速鉄道はフレズノを通るで,すで一番のキーステーションになるんで今ロサンゼルスとサンフランシスコ近辺でなかなか作れないあの作るのは遅れますだからフレズノ近辺から先にえっ、ー、と 工事をするので、もうすでに工事が始まっておりますと、はい、なんで、まあ、いずれかの時点で、カリフォルニア高速鉄道ができた暁には、触れずのからあの、ものすごい発展しているサンノゼ、セリコンバレーまで30分で行けるようになる、いつになるか分かりませんけど、まあ、そういう意味で、えー、思い切り、えー、と上がり目はあるのかな、そのサンノゼあたりで一戸建て買うと1億ぐらいしますので、平気で。 それ以上しますので、でフレズノだとその五分の一ぐらいで買えたりするのでですね、その辺の価格差もえっ、ー、とまあ、高速鉄道とかは一つのま要因でかなと思います。でもう一つですねこの町高速鉄道が云々以前にものすごく空室率が低いんですね。あのアメリカの主要えっ、ー、となんだろう五十 70都市ぐらいで、ごめんなさい、確か一番なんか空室率が1.8%で、最低、ほぼ賃貸住宅は空いてない、人口は増えている、でも新築建ててる現場がもうもう見渡す限りなかったです、人口70万人ぐらいいるんです、隣の黒ス市っていうのと。 市市ってて連続してるのので市街地その2つ合わせて70万人ぐらい政令、まあ、地政都市の,あのまあちっちゃい方ですねだから岡山とか静岡とかでそんぐらいの人口規模はあるんですけどそのまあざっくり言うと静岡市で北の端から南の端から車で走ったらまあ アパート建ててたり新築戸建て建ててたりっていう新築現場はい,いっぱいあるはずでもフレズノは同じぐらいの人口規模で見渡す限り新築現場なかったですいろいろな理由でそうなってるんですけど基本今えー、と建設労働者が皆さん、えー、と賃金の高い沿岸部に取られちゃっててフレズノの方に建設をし,しないっていうのが一つあります。 えっとあとは、一戸建て建てたところで30万ドル3000万円ぐらいしかならないからやっぱり会社としても沿岸部に行きたいっていうのもあるんだと思うんですけどただ、そこの場所で年率1%以上で人口を増え続けているんですよ。なので家は新築できない、えー、古いうちに住むしかないで、えー、まあ 皆さん住むところが必要だからまあ一度入居が入ったらこれ退去した場合同じフレズノで探すの大変だと思いますだから一度入居がついたらフレズノに住む住み続ける人はまず出ていかない出ていったらもっと大変になるっていう状況が慢性的に続いてますとおそらくこれ5年10年では解決しないと思いますっていうところで えー、賃貸経営をするには非常にいい状況かなと思ってます、でさらに Airbnb のお話を今日されるんですけれどもこの街、観光地じゃないんですよね、どう見ても観光客が来る街じゃないんですがただちょっとトライアルでエアビーやったらものすごい反響が良くてしかも皆さん注目してないでライバルがいない。 という状況でエアビービーってこれから長い目で見てどうなるかわからないんですけどとにかく今マーケットフレーズのって誰もあのライバルがいない中かなりいい収益を上げる、えー、られるまあ運営方式であるということがよくわかりました。ということで詳しいお話は今。 安田さんの方からさしていただきますのでこちらですね、はい、じゃバトンタッチをいたします。